おお、何これ。ゆるふわ生物学です。実写、実写だよ、実写ですよ、実写です、実写ですよ、皆さん。ポッキーです。こっちです。わかめです。皆さん実写でパワーしてるでしょうけど。うるせえ、うるせえ。何やその言い。 AI に学名を入力してできた絵から元の生物を当てるかい。当てよう、当てよう。 AI にある生き物の名前の学名を入力する。で AI が勝手に変換して書くと、はいはい、元々の生き物の名前を当てるってことですか。そうです。なるほど、面白そう。めっちゃ面白そう。すごく有名な生き物を書いてもらいました。あ、はいはい、じゃあやっていきましょう。やっていきましょう。それでは早速問題を出します。はい、問題はこちら、はい、じゃん。おお、何これ。ええ、何これ。この4枚書いていただきました。どうでしょう。なるほど、なんかなるほど。え、特徴は捉えてる。あー、なんかこれは分かった気がするよ。分かった気がする。え、けどなんかえ、あの学名ってその特徴を捉える。いかがでしょうか。これじゃあでもなんか書かれるの。 AI が学名の特徴を自分で、うん、ラテン語とかギリシャ語とかを読み解いてここに吐き出されてるわけですよね。いや、そういうことなのか。そういうことか。単純にその AI が勉強したその画像の中にその学名入りの画像とかがあって、それで勉強してこう書いた。じゃあもうこれも、じゃあもうあれじゃない、これ、これもあれでしょ。あ、はいはいはい、あれだな。これはなんか見た目でわかる。これそれ合ってるのかな。いや、僕もちょっと疑心暗鬼になってる。AI の力信じてください。進化しました。だからこれ AI がマジで知ってたらそのまま入ってくれるけど、知らなかった時にやばいの入ってきますよね。ラテン語から無理やりひねり出された生き物が出てくるんですよね。その時が怖いんだよな、うん、今回は知ってそう。これでいけるやろ。書けました。皆さん整いましたでしょうか。本部で書けましたよ。よし、来た。それではみんな一斉に書いて出したいと思います。いきますよ。せーの、ドン。どうですか。どうだ。来い。すごい、革命で書いてるじゃん。すごい。ドロソフィラメラノガスタ。これ合ってるかな、スペルが分かんない。正解は、正解は症状バイです。イエーイ。これはね、これは分かる、うん、これは多分 AI も知ってた。うん、うん、あ、ドロソフィアねって書いてくれた。有名なんだろうね。そう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 、やっぱちょっと実験生物ですからね。モデル生物ですね。モデル生物、参考にできる画像がたくさんあったんでしょう、ね、そうね、そうね、そうね。僕ちゃんとこの、あの、ここ書いてますから、この何なんだっけそれ。平均根だった。平均根だった。羽がすごい変形したやつですね、うん、羽が退化してこうちっちゃくなってます、うん、はい、この AI の画像だとなんか4枚になってますけど。ああ確かに。そうそう、これ思った。これ面白い。本当は後ろの羽が平均根になって退化してるんですよね。あ、じゃあこれ全然違うやつですね。そうですね。ハエの仲間はディプテラって言って、草種目って言って、うん、羽が2枚ある木なんですよね。ハエとか蚊とかアブとかです、ね、そうそうそう、だから本来は羽が2枚なんだけどここでは4枚になってるっていうのがちょっと面白いですね。あ、そうね、そうね、うん、でもなんかやっぱ目が赤いとことかね、そうそうそう、なんとなくわかりますよ、ね、うん、やっぱあと有名な生き物だって言われてこういう形だったらやっぱあいつだろうというのと、うん、これは簡単よ、うん、確かに、こいつが一番わかりやすかったね、やっぱ右下のこれ、ね、なんか目がたくさん増えた変異体みたいな。そうそう、これとかだってあれでしょ、バイソラックスじゃん。そういうモルフあるよね。遺伝研究でよく使われるね、そうですね、生物学やってる人にはおなじみの生き物ですね。これはもう、これは素晴らしい、これは楽勝ですよ。全員ポイント。いや、皆さんおめでとうございます。次の問題はこちら、こい、じゃん。植物だ。そうですね、植物書いてもらいました。いや、僕は、これはなんか、難しいな、これ。いや、これ有名ですよ、AI、まあ、これでしょ。知ってたよ、彼は、きっと、彼。まあ、これでしょ。真ん中になんかアリスカみたいなのあるんだ、なにこれ。これ何。いや、AI が思い描いたものなんかと関係があるのか。何、なんで生み出したんだ、これは。でも、あれじゃない、これは。え、わかんないよ。あ、じゃあ、うん、サバチからいきましょうか、じゃあ。いいねかなと思って。はい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 、なんか単子葉植物っぽいなと思って。そうでも僕もイネです。いや、僕もイネです。なんで。えオリザサティバ。みんなイネだった。はい、イネでしょ。あ、オリザか。違うか。オリザでしょ。オリザサティバかな。オリザですよ。これはだからこの腰光がここにあります。これ多分米だから、これの部分がそれなんですよ。僕はね、この右下の
このやつが、うん、このイネ科のね、宝永とか合永とか、乃、は、木、い、とか、なんかその辺の構造に似てるかなと思って、うん、やっぱり、もうみんな食ってますから、うん、学名のネームバリューで AI が判断したのかなって思って、こうしました。ちょっと自信がなかったのが、なんか米だったら、もっとなんか、お米とか、それなんか植物じゃない、なんか加工された後の画像もなんか学習してるのかなと思って、なんかやたらまともな植物ばっかりだなって思って、そこでちょっと自信なくなっちゃった。確かになんかちょっと怖くなってきた。確かに田んぼ隠れてない。そうなんですよ。では答えを発表します。はい、答えは稲、はい、です。合ってた。合ってた。よかった。よかった。これは何なの？これ何？この山。の農家さん？右上ね。この山何なのかね、さっぱりわからない。でもやっぱり特徴的なのはね、この稲のこの花の形がこう。はいはい、そう。稲の花はちょっとこれとは違うんだけど、稲科の植物は結構こういう花の形が多いので、でまあ、それが結構よく出てる。であとこのね。葉っぱが単子葉の葉っぱ結構かかれがちなのがそういうことなんですね、まあ、特徴的なのかなっていう。なるほど、イネ科はね、そう、もともとあの祖先的には、虫に花粉を運んでもらうために花が綺麗だったんですけど、それが、風に花粉を運んでもらうように、変化したためにこれが花がすごい地味になって、イネ科って花咲くのと思ったそこの君、咲きます。れっきとした必食物ですから。イネ科の花の構造も知らないで毎日米かパン食べるの恥ずかしいですよね。ということで今そこにススキが生えてたので取ってきました。いや、あの実はイネ科の花ってめちゃくちゃかっこいいんですよね。はい、これがね、小水というイネ科の一つの花の単位です。でもね、これだと全然わかんないのでちょっと解剖してみましょう。イネ科は鮮やかな花を持つ必要は全くありません。総粉に虫ではなく風を使うからです。だから花びら退化して、こうエイと呼ばれるこの葉が変化した器官が何重も花を覆ってます。こう真ん中のある茶色いものが、これが中東で、そこに繋がってるのが真の花、小花で。この中東がほんとかっこよくて、このブラシ状になることで遠くから飛んでくる花粉を効率よくキャッチできるような構造になってます。ほら見てください。もう適当にその辺から取ってきたススキでもこんなにびっしり花粉ついてるんですよ。ということでね、外側から宝永、五永、内永、小花、これがイネ科の花です。ちなみにススキの場合は第一消化がほとんど退化しているので、この第二消化に脂肪があって、それが膨らんで種になるっていう感じです。結構特徴が捉えてるんですね。いや面白い。これこれ AI 結構知ってますね。そう、AI 結構ね、なんかこう AI ちゃんと勉強してる、いい雰囲気出してくれる、うん、案外いけますね。分かってんじゃん。これ全問正解いけるじゃないですか。これ全問正解あるの。次の問題はこちら、はい、じゃん。あれ？あ、なんか怖くなったぞ。おい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 。ちょっと待ってなんだこれは。もうね、ちょっとかっこよく描いてもらいました。いや、うまいな、絵が。そう、絵はうまい。普通に絵がうまい。芸術的、絵がうまい。うまいんだけど、こうされると困るな。困るな。困るな。ドイツだね。右下がいきなりなんか印象がよく。カマでは分かりますね。カマでは分かる。カマ分かる。でもなんか、あいつじゃないの？どうぞどうぞ、ね、お答えください。どうしよう、どうしよう、え、マジでどうしよう、ちょっとわかんねえ、マジでこれどうしよう。じゃあこれはみんなちょっと一斉に出しますか。一斉に行きましょうか。これは一斉に出しましょうか。はい、それでは皆さん回答どうぞ。ドン、はい、ドン、どうだ、すごい、タナッチョ、タナッチョ、タナッチョ、これですよ、これ金魚でしょ、これこれです、タナッチョ、タナッチョ、タナッチョって言うんだよ、これタナッチョ、これじゃダメなの、こいつ犬、おい、え、ちょっと待って、あ、やばい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 、え、ここミスったこれ。あ、本当だ。エルか。はい。いや、わかんない。ね、これなしか、俺。オオカミかなとも思ってね、ファミリアリスは入れなかったんですよ。あ、なるほど。なるほど。なるほど。賢い。これだったらオオカミでも犬でも合ってる。あ、ファミリアリスつけちゃうと犬になっちゃうんですよね。そうですね、アシュ。これは犬でいいですか、ちなみに。犬でいいです。なるほど。やばいぞこれ。これワンちゃんですね。狼から犬が派生したんですよね。そうですね。で、なんかこう、まあ、種としては同じです、ね。種としては同じで、そうそう、種として分けられていて、そうそうそう、学名としては。そうそうそう、答えはこの単語を入れました。お、合ってた、やった。入れました。狼です。狼だった。わあ、じゃあダメだ。じゃあダメか。じゃあダメだ。ダメなんだ。すげえ。ダメなんだ。オオカミか、クソ。そっかそっか。まあでも、
この AI の学習の時にこういう単語に反応して結構犬成分とかも入ってきちゃう。なるほどね。なんか顔つき結構犬ですね。まあ、犬の特徴として、はい、この目の付け根のところがカクッと曲がっていってストップって言うんですけど、うん、いや確かに犬だったらなんかもっと耳が丸いやつとか耳が垂れてるやつとかふわふわのやつとか言ってもいいのかなとは思ったんですよね。ああこれは悔しい、ね、最終問題はこちら。はい、最終問題。おっと なんだこれ。これはちょっと待って、今までとだいぶ生き物を描いていただきました。え、むずいなこれ。え、ちょっと待って、これなんだこれ。AI これうろ覚えだな。いやこれなんか間違えてません？これ右上が怪しいですね。これ右上と左下でなんか迷ってないな。え、これ全部結構違う。全部結構違うな。多分肉眼で見える生き物じゃないですね。そうですね、うん、セムで撮った写真に色付けしたみたいな写真ですね。そういうとこからデータセット取ってきてるんじゃない。なんか細胞小器官っぽい。そう、確かに細胞ミトコンドリア、うん、器官サイズぐらいの生き物なんですよ、きっと。これはえ、なんだろうこれ。まあ、どれだこれは。そう、あれかな。どれだどれだ。いや、有名どころでも何個かいるのよね、候補がね。いや、そうなんだよな、うん、どれだどれだ。お好きなの書いてください。君に決めた。漢字合ってるのかな。よしよし、これでいこう。僕はね、こちらにしました。あーい、大腸菌。大腸菌、まあ、イコリ、はい、左下がちょっと大腸菌っぽいかなと思ったんですよね。右上のこいつなんですよ、問題が。めっちゃ酵母っぽいね。こいつはめっちゃ酵母っぽくて酵母菌っぽいんですよ。いやでもこれがもう完全になんかもう出芽酵母なんですよ。そうだからここら辺とかで出芽してるんですよ。出芽酵母で書きたかったんですけど、ちょっとこの大腸菌サイドの紫が3体いたから。そうね、多数決でまあ大腸菌にしてみましたけど、私も大腸菌です。おは僕出したくなくなったんです。右下の、まあ、なんか中央のはちょっと怪しいですけど、後ろの背景にある子たちがそれっぽいなと思って。なるほどね。大腸菌にしました。なるほどね。じゃあ田内さんどうぞ。田内さん、なんか漢字が全然違ってたから本当に出したくないですけど、大腸菌で。おお、まさかの。マジか。駅になってる。間違ってんじゃん。なんか菌も違うし、ちょっと待って。米だ。ちょっと見せて、見せて。何これ何これ。ちょっと審査員、審査員長どうですか。審査員長これは何て読むんでしょうかね、まず。ちょっと待って、何これ。まずまあまあ、ちょっと一旦ね、一旦って一旦ね。え、ちなみに確かにイコリの方が楽。いや、僕ももうほぼ考え方やっぱ同じですよ、うん、で、これはちょっと信じないようにしました。候補は何かの間違いだと。なるほどね、はい、なるほど。答えの方お願いします。答えは大腸菌です。イエーイ、マジか。やったー。いやー、皆さんなんか全部バンバン当てていきますね。え、ちょっとこれどうですか。これどうなんだろう。大腸菌って読めないような気がするんだよな。マイナス 0.5 ポイントぐらい。ちょっとマイナス、そうですね。クイズとあんま関係ないところで順位が決まるんだ、これね。結果発表。あれ、サボちゃん全問正解。私全問正解なんじゃない。そう、では優勝はサコチさんです。すごい、初代優勝者。やった。優勝したサコチさんにはこちらの絵をすべて、何やった、贈呈したいと思います。お家に眺めてください。部屋に飾ろう。すごいね。めっちゃ絵が上手っていう。絵が上手い。これなんかもっとドマイナー生物とかでもやってみたいですよ、ね、ウニだけからとか出してる。ウニだけとかちょっと面白い。ウニだけとかで、ね、AI の学習を超えたやつを出したい。そう、うん、最近記載した種類とかでやったら、ね、多分写真ほぼないから。そう、有名すぎてこれらは。そうやっぱり、うん、あと学名って結構なんだろう、他の言語っぽく取れちゃう言葉とかも結構あるから。ツイッターにみたいな、人への懸命されている生き物とかつけられたら、いきなりその人の顔面出てくるかも。ああ、確かに。そうだったらますます難易度上がるんでしょう、ね、そうですね。いかがでしたでしょうか、皆さん。いやー、うまかったでしょ。やばいですね。これ面白いね。これでは続編もやりたいですね。いや、皆さんもぜひやってみてください、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご自分でしたね。